こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。がん転移のメカニズムです。がんは1センチくらいの大きさだと、重さは1グラム程度だとして、細胞数約1億個になっています。このがんは増殖の性質があっても、転移するメカニズムがなければ致命的になる率はもっと低いはずです。しかし、がん細胞は細胞と細胞の間で枠組みを構成しているマトリックスタンパク質を分解する酵素を使って組織を破壊しながら増殖する能力を持っているのです。血管の周りにもコラーゲンやエラスチンのマトリックスタンパク質があるのですが、がん細胞はそれを分解してしまいます。そして血管やリンパ管の壁を破って血管の中に潜り込み、血液に乗って体の至るところに流れていくのです。もちろん流されていくだけなら、そのうちマクロファージに食べられたりして死滅します。ところが、がん細胞にはもう一つの性質として、接着因子をその細胞膜の表面に持っているのです。これを利用して血管の内皮細胞に接着し、その下の組織へ潜り込んでいくのです。転移した臓器に入り込み、マトリックスタンパク質を分解する酵素をたくさん出して、そこでまた増殖してしまいます。増殖するために必要な酸素や栄養を得る目的で VEGF 血管内皮増殖因子を分泌して、周りに血管を伸ばさせてさらに大きくなっていくのです。転移を防ぐ治療法の開発が行われていますが、残念ながら決定的な方法は今のところありません。